平成20年度の予算原案がまとまりましたので、その骨子について、説明いたします。今回の予算編成は、都税の収入がわずか2年の間に 1.1 兆円ものですね、大幅な減収となる中で、いかにしてその現下の閉塞感を打破し、将来を切り開く手立てを講じていくかという非常に難しい課題に取り組む作業となりました。同時に二番底の恐れもありまして、今後も厳しい財政環境が想定される中、強固な財政力をいかに将来にわたり確保していくかを、がですね、もう一つの大きな課題でありました。そのため、新たな公会計も活用しまして、より厳しく事業のありよう見定め、無駄を排する観点から、歳入歳出両面にわたり徹底した洗い直しを行いました。その上で都債についてはですね、この間発行を抑制することで高めてきた発行余力を積極的に活用いたしました。基金についても福祉や環境など目的を定めて積み立ててきた基金は最大活用することによりまして、財政調整基金の活用を最小限にとどめました。これによって今後への備えとして1兆円を超える基金、預金ですな、の残高を確保はしました。このように自らを厳しく律して将来への憂いを取り払うことで、今日党がですね、なすべき役割を確実に果たしていくために知恵を絞り汗をかいたのが今回の予算編成でありました。この予算の第一のポイントは、都民の雇用や生活への不安にしっかりと対応することであります。主として取り組みとしてはですね、主な取り組みとしては中小企業の受注や雇用創出につながる道路河川の維持管理などの公共事業の推進に1236億円、介護資格取得や離職者の再就職に向けた集中支援などの総合対策の実施に401億円、制度融資など中小企業への金融支援に3360億円など、依然として厳しい雇用や中小企業をめぐる状況を踏まえまして、引き続ききめの細かい政策を継続拡大してまいります。なお23区の固定資産税等につきましては、小規模非住宅用地の減免など既存の軽減措置を継続します。第2のポイントは、重要な諸課題に対して国を先導すると独自の戦略的な取り組みを行うことです。主な取り組みとしては、東京が都型のですね、学童クラブの創設など少子化打破に向けた先駆的な取り組みに347億円、ケア付き住まいの整備などで東京の特性を踏まえた少子高齢時代にふさわしい住まいの実現に21億円、 NICU の運営支援の拡充など周産期医療体制の拡充に31億円など、現場を持つ東京だからこそ発信できる独自の戦略的かつ実効性のある取り組みを進めます。第3は、東京の将来を切り開く活力創造に向けた取り組みを行うことです。主な目的、取り組みとして、東京外郭環状道路の整備に77億円、鉄道の連続立体交差化の推進にですね、504億円、中小企業の省エネ促進クレジット創出のプロジェクトなど、先進的な環境政策の推進に132億円、新たな需要の創出にもつながる病院や学校などの耐震化促進に1997億円など、東京が将来にわたり日本を牽引していくために、10年後の東京計画の実現をはじめ、東京の可能性を引き出す戦略的な投資を行っていきます。以上、これまで申し上げたとおり、平成22年度予算では、大幅な税収減に直面する中にあっても、都財政の健全性を堅持するとともに、東京の現在と将来に対して、
今東京がすべきなすべき役割を積極的に果たす予算として都民の皆様の期待に十分応えられるものと確信しております。この予算を原動力として東京はその底力をいかなく発揮して、都民生活を覆う閉塞感を払拭するとともに東京の新しい活力の創造につなげていきたいと思っております。最後に2つ申し上げておきたいんですが、1つは法人事業での暫定措置についてです。これは福田内閣の時に財務省が一方的に決めましてね、とにかく当時の税収のレベルでいくと暫定的と2年間1年間に3000億ずつ東京の財布から踏んだっていくことを決めたんですが、これはですね、当時の国会では民主党の何人かの議員が強烈に反対をしてくれましたが、まあ反対の手腕がまかり通っちゃったんですけどね、まあこの平成22年度の法人事業税の減収のうちの2000億円近くはこの制度によるものです。都税の収入が2年間で1兆円以上落ち込む中でですね、なぜ東京の財源が毎年2000億円も国に奪われなくちゃいけないのか、全く不理不尽ですね、これ。申し上げますがね、決めた当時は民主党の議員は3人4人猛烈に反対してくれたんですけど、そのことを思ってその議事録持ちましてね、菅副総理に会った時にこれは何とかしてくれって言ったら、まあ、後で電話かかってきてね、急だったもんで今年はどうもなりませんから時間かけて来年度は考えますということでしたが、これはもう本当に都議会にあってですね、すべての政党が挙げて協力して反対してくれた。国会で皮肉なことに、まあ、ね、議会では、東京の議会では第一党だ、自民党ももちろん反対したんですが、民主党もですね、協力に反対してくれて、今なんかその、力の配分が逆転しましたけども、これやっぱりね、東京の将来にとって、欠かすことのできない問題でありますから、この姿勢をですね、引き続きですね、都議会に挙げて、保っていただきたいと思ってますけども、その都財政をめぐる厳しい財政環境は今後も当分続くものと見込まれますし、その中にあっても我が国を牽引し続けていくことが都政の役割であると思いますが、そのためには何としてもこの不当なですね、制度を直ちに撤廃して2000億円を取り戻さなきゃならんと思ってます。幸い、まあ、現在も過去もですね、都議会を挙げて応援してもらっていますので、しっかり手を携えて今まで以上に強く国に働きかけていきたいと思います。まあ、メディアの諸君もね、これやっぱりですね、理解して協力していただきたいですな。とにかく財務省が決めたらね、一晩にして法律が変わってですね、海をやさず子どもの財布から親が膨大なお金を持っていくっていうのは、こんな要するに行政ってのは全然ないと思いますよ。もう一つはですね、豊洲新市場の整備についてですけども、築地市場の老朽化は先日のその崩落事故に、これはですね、震度2でしたから、わずか震度2でも屋根が落ちた、まあ、先日のその崩落事故に見られるように、すでに相当老朽化が進んでおります。これだけの人口を抱える、ね、東京で仮に中央市場の機能が麻痺してしまえば、都民生活に与える影響が甚大であります。したがって新市場の整備は市場関係者にとって切なる願いであるだけではなく、東京ひいては日本の食を支えていく上で一刻も早く実現しなくてはならない課題であります。もとより本事業の推進は土壌汚染がきれいになることが明らかになることが前提であります。これ大前提ですが、そのために近々ですね、土壌汚染対策の有効性の確認実験を開始します。今回今適用を予定している土壌汚染対策の工法はすでにも複数成功事例もありまして、十分な有効性を持っております。その結果を確認した上で速やかに26年度中の豊洲新市場の開場に向け事業に着手するつもりです。平成22年度予算ではそのために必要な経費を計上しております。議会の中には現地で再生すべきだという意見もあるようですけれども、妙案があるというならば、この論議することはやぶさかでありません。ただ、築地市場の現状を考えますと、我々に与えられた時間はあまり多くない。これから始まる第一定例議会においては、真摯に密度の高い議論をしていただきまして、政治として責任のある判断をしていきたいと思っております。私から予算に関して申し上げること以上です。質問があったらどうぞ。
ノークエスチョンです。グッドクエスチョン。はい、どうぞ。読売新聞の山崎と申します。まず予算全体のお話、繰り返しになるかもしれませんが、1兆円という基金を残されたということですね、絞って言うと、将来という話で、知事、もし今期限りで引退されるようでしたらですね、あともう1回ぐらい予算編成ということで、先々にこうお金を残すバトンタッチという意味があると思うんですけども、その基金を1兆円残した、あるいはその都債の発行を抑えてきたということに対しての、狙いっていうんでしょうかね、改めてですけども、ちょっと。都債はある程度前よりも発行することになりますがね、これはね、国と違って非常に健全なポーションの比率ですからね、なんらその熟じたるもございませんが、ただやっぱりせっかくみんなでね、財政再建してやってきた貯金ですね、これはね、そう簡単に使わながらいいと思う。これ取り崩すとね、海岸に作った砂の城みたいにあっという間にどんどん波やられてなくなっちゃうんでね、私の前任者前々任者の特に最後の頃ったら景気が悪くなって、これ使い込んでいったためにですが、私が就任した時はとにかく200億しかなかったわけですからね、これは本当にゾッとしたんだけども、そういう思いやっぱり後継者にもさせたくないし、それからやっぱり、都民自身はですね、東京の財政それほど精通はしておられないだろうけど、これが破綻した時に行政そのものが要するにこけてきますからね、それで急にね、迷惑をかけるわけにいかない、この言い訳もやっぱりつかないと思うんで、できるだけで節約をしていくということで、せっかくの貯金ですから残すようにしました。それと一方で歳出への切り込みというところでいうと、財務がかなり削られたようなんですけども、これは十分というか、ちょっと乱暴な議論ですけども、どの程度知事達成感って今持っていらっしゃいますか、その精査という。いや、それほど、しかし、なんとかパーセンテージから言うとですね、ベロボなどを削ったわけじゃないし、前年に比べてもですね、そんなに見劣りしない予算だと思いますがね、やっぱりね、いろんな経験をしましたんでね、民間に依頼したやった事業そのものは必ずしも、その役人だけがプロパでやるのと比べて合法的、合理的だと思わないものがありましたから、そのうち分かってくるでしょうけど、そんなものはやっぱり精査した上で廃止するとかですね、条件付きで一応計上したものがありますが。あと、それと最後、吹きされました、吹きというか、築地の問題、議論ですけども、はっきり言うと、先ほどのメッセージは民主党に向けられたメッセージかなと私は受け取りましたけどもですね、いや、これ初めに言葉ありきではね、やんばじゃないけど、また混乱するんでね、その公約は何だろうかんだろうと、やっぱり私は扱わなくちゃいけない現実ですからね、その現実をね、つまりどう乗り越えていくか、整理していくかということのために、その公約で論拠のないですね、どういう、その本当は言いませんが、いずれにしろ、そのなんていうんでしょうな、当事者の大多数の声を聞けば、とても今のままじゃ持たないというし、この間の地震でですね、ちょっとした地震であれだけの崩落があった、これ、例えば震度5とか6なんか来たときにどうなるかって言ったら、僕は築地は全部閉鎖になると思うし、何が起こるかって言ったらね、にわかに穴の規模のね、要するに市場を作るわけにいきませんよ、ただね、今のね、現代の技術からいくとね、もう流通の機構も変わってきてますからね、例えばね、現地直産とかね、インターネットでね、発注するようも増えてきた。それからやっぱり、コンビニとか大きなね、要するに大店舗がですね、企業ごとね、いろんな契約してますしね、私はね、市場とも平らな流通っていうのは、一挙稼ぎに進む可能性ってあると思いますよ。これも放置したらですね、壊滅したらね、要するに、なんていうのか、案ではなくても、そうせざるを得ないという形で、全然違う流通機構ができるかもしれない。それはいいか悪いか別にしてね、せっかくとにかく、ね、伝統のあるですから、築地の名前が廃れるのは怖いというのは、豊洲を新築地にしたって目と鼻の先なんだから。私はね、変なノスタルジーがセンチメントだけもこの問題、片付かないと思う。なんといったって人間の都民のですね、健康に関わる職員の問題ですからね。私はだからね、一刻も早く、代替地を見つけて設定して、できるだけ早く建物を作る、しかも、日本の技術は世界で最高のものだから、その成功の事例もありましたし、それじゃ当てにならんというのはね、現場でやってみてですね、26年に間に合わない形で急いでですね、しかも
予定した予算よりもずっと安くできるって言うんだから、私はそれやってみるのはですね、政党を超えたなんか政治家としての一番合理的な都民に対するその姿勢じゃないかと私は思いますけども、まあ、それはじっくり議会で議論しようと思います。今おっしゃった意味というのは、その要するに今例えば地震が起きて、まあ、想定ですよね、築地がもしちょっとどうにかなっちゃった場合には流通機能が発達しているので他のエリアの市場に取って代わられてしまうと、そうすると東京に中要するに職をさせる市場がなくなってしまうと、そういう、まあ、いや、そういうのはどういう形でできてますかね。やっぱり東京は東京で大きな需要がありますからね、それをねできるだけその現場を踏まえてね賄っていく、叶えていくような方法っていうのは出てくるかもしれない。まあ、今そのインターネットの中でのですね流通っていうのはどれだけあるか生鮮食品か分かりませんけども、これもっと拡大するとですね、つまりなんていうのかな、石油扱ってる何ですか取引所なんていうのはこの部屋ぐらいのところでやっててね、世界中の石油を動かしてるわけですからね、ああいうメカニズムっていうのは流通に生鮮食品働いてきたら、私たちやってる議論っていうのはあるいはですよ、陳腐なものになるかもしれない。まあそういったまあなんていう文明のねその進捗状況を踏まえてみると、あるいは形は古いのかもしれないけども、ああいう大きな市場をね一応設定したんだったらね、できるだけ早くそれを再生したらいいと思う、私は思います。もうちょっとだけすみません、それで都議会がですね構成が変わって、その今、民主党がその多数ですから、共産党さんやネットさんと組めば予算ももしかしたらという話はあるんでしょうけども、そういう意味でこう今回の予算で例えば民主党の予算要望ですとか、あるいはマニフェストですとかですね、そういったものを、知事なりにどこを入る人とまで言いませんけどもですね、いやこれからそれは議論することでね、その予算の復活接種もあるわけですから、その時にね例えば築地の問題に対して民主党がどういう復活接種をしてくるか、これはこれからのことですから、それをいちいち憶測しても憶測しきれるもんじゃありませんからね、こちらはその大義名分を踏まえたつもりで、しかもそのなんていうのかな、いきなり移すの話に、移すための、ね、絶対必須条件としての要するに汚染というものを除去できるかできないか、技術的にそういったものを実験するわけですから、まあこれは数ヶ月で済むわけですからね、その結果を踏まえて次のステージの議論があってしかるべきだと思います。日本が持っている技術を信用せずにそんなもん当てにならないから実験させないって言うんだと、これはもうちょっと論外な議論にならない議論じゃないでしょうかね。はい、どうぞ。すみません、関連で1点だけ、築地の関係なんですけれども、実験が6月末まで予定されていまして、だけども予測は3月であるというところでですね、6月後の補正でもいいのではないかという意見も議会から聞こえてくるんですが、それに対しては土地取得がですね6月、実験早くやった方がいいでしょう、26年会場のために。議会いつあるどこ別にしてもだね、どんどん実験しなかったので結果出ないじゃないですか。土地の取得費を盛るのがその実験の取得じゃない、それは取得するかしないかも実験が決めるんですから、予算よく読んでください。それは、はい、どうぞ。 NHK の藤井です。鳩山政権になって初めて東京都の方も予算を組んだということになるかと思いますけれども、まずその国のですね予算編成の影響というのをかなり今回受けたと思うんですが、今回の都の予算編成をしてみてですね、こう国の影響を受けた部分について知事としてどのようにご感じになっているかというのが点目になる。まあね、大まか決まっているの内容が分からないものいくつかありますわな。それからね、そういったものできるだけ早く、ね、はっきりしてもらわないと、東京に限らず地方もですね、予算の正確な執行ができないということの憂いはあると思いますけれども。それから外環道なんですけれども、77億円を計上されたということなんですが、これは国の方が都の要求する300億円の予算を組んだ前提で組まれているというふうにお聞きしているんですけれども、道路予算がかなり減る中でですね、都の要望通りいかないんじゃないかというような話も出ています。外環道について、今回の予算計上についての知事の考えと、今後国に要望したいことというのをお聞きしています。インフラの整備ってのはね、国にとってもね、その地方自治体の行政にとっても非常に大きな意味を持つ大事な仕事ですよね。それでこれを一切やらないで済むような国も地域もないわけですけどね、国全体で考えたらね、コスト&ベネフィットでこれ全然無視したバカなプロジェクトも今やってきた、再三申し上げてるけど、諫早の干拓とかね、長良川の河口堰とか、ね、ああいうわけのわからん事業じゃなしにですね、そのコスト&ベネフィットってことを考えたら、外観ほどね、その有効性の高いね、事業は他にありますか。
そのね、プライオリティってものね、国がわからないんだ、これは、まあ、誰がそれを、その、是とするか知らないけど、おそらく担当の国交省とそんなことを考えているのは一人もいないと思いますが、まあ、その役人の意見聞かないのは今度の内閣のね、要するになんか特質らしいけどね、それで、まあ、官僚が今までの経験、知識というものを踏まえてね、心得ているその優先順位というものを、政治家がその要するに否定する論拠というのがあるのか、それあったら聞きたいけどね、あったらこちらもだ黙りますが、ね、どう考えてても、日本で一番高いですね、単に東京のためだけど、日本全体のためになるこういうプロジェクトをね、まあ、予算が足りないから全体に縮小するというのは分かるけど、公共事業だからやらないということはほとんど立ち得ないし、そんなことありえないと思いますね。これやっぱり東京のためだし、日本全体のために早く一番急いでやったらやるべき仕事だと思いますよ。そうじゃないっていうなら理由を示してもらいたいね。政府のどなたか知らんけども、おそらく担当の前原君だってとてもそんなこと考えてないと思うね。今回の予算はあのそういう意味での知事の強い決意を感じる、その外環道の予算計上はですね、いや強い意志も何も、これはね、文明工学的に自明なことだからね、バカじゃない、考えれば分かるよ、こんなことは。数字並べてみたら結果で出てるんだから。すみません、あと最後にあのオリンピックなんですけれども、今回その基金の方は4億残しましたけれども、あの一般会計の予算上はですね、オリンピック関連予算、まあ、ありませんでした。あの知事の方が、まあ、再度の省庁意欲を示されていると思うんですが、その辺のお考えについてはどのようなこと。いや、これやっぱりね、その国民とか都民の民意を反映してね、次の担当者が決めることだし、まあ、私の在任中でも期限が来ればですね、党として考えなくちゃいけないことでしょう。それやっぱり論議を尽くしたらいいですね。ただやっぱりね、まあ、あの皮肉なことにね、残念ながら挫折した時になって、そのいろんな調査してみても、やりたかった、やればよかったという声が多くなってきた。まあ、そのなんとか世相のなんか雰囲気もあるけども、じゃあこれからね、まあ、とにかくこういう、世相が続く限り、経済条件が続く限り、力があってもとにかく他に使うんでね、オリンピックは日本で一切やらないんだと、日本にはオリンピックいらないんだと言い切れる政治家がいるのかね。そういうことですよ。だからやるとは言ってませんよ。それみんなで考えたらいいことで。どうぞ。はい、あの朝日新聞のベックです。今のオリンピックの話にも絡むんですけれども、基金が今年度、あの来年度で1兆円になります。でその中で4000億円を持ったそのオリンピックの関連基金というのは、まあ、非常にまあ存在感というかですね、存在が高まってきていると思うんですけれども、知事の在任中はこの4000億円には手をつけないつまりになるんでしょうか。つけないで済ませたいですな。とんでもない、船が本当に間違いなく沈むったらそんなこと言ってられないでしょ、あなた。そこのとこはやっぱりね、お互いに常識で判断して考えたり質問したらいいと思うね。白か黒かっていうのはものの判断じゃないと思う。物事はどんどん移り変わっていくしね、それを着実に反映していくことがやっぱり行政の手腕じゃないですか。はい、どうぞ。新宿新聞の木田です。頑張れ。はい、あの土壌汚染のことなんですけど、あの、築地市場なんですけれどもね、あの汚染処理の費用というものは、どういうふうな形で、例えばこの東京ガスの方にはですね、どういうふうに負担をしてもらえるというふうに考えているんですか。とてもね、いい質問で大事な問題でね、人に物を売っといたんだけど、約束したんだけどね、こっちもどうしても買わざるを得ない事情があって買う約束したらね、それがとんでもない製品だった、品物だったときはね、これやっぱり売る側の責任だ、当然あるでしょう。これやっぱりその普通のね、社会のね、商取引の中での常識だと思います。これはね、あの今も話しているようですけど、これからもですね、積極的にというか考えていかざるを得ないと思います。私たち知りませんでした、知らないで売りましたってことで済むもんじゃないと思う、これは。企業、しかも立派な企業なんですから、企業というのは責任があるでしょう、それは。今まで自分たちがどういう経営、どういうそのなんていうか作業をしたか知らないけど、その結果ですね、とんでもない汚染が一部であるけど体積しているってこと、それを知らずに売った、知らずに買っちゃった、こっちも腰抜かしたわけだから、その責任やっぱりですね、取るべき人間取らなかったら、これ世の中物事取らないんじゃないですか。どういう形でそれをつけるかって、これからの話し合いだと思いますけど、その向こうも腰抜かしたと思うよ。だいぶどんどん変わってるんだろうし。しかし一番の被害者、一番驚いたのは東京ですよ、それはね。はい、それじゃあ、すいません、はい、すいません、
野村と申します。予算と関係のない質問で大変申し訳ないんですけれども、来月ですね、大阪の橋本知事がですね就任2年を迎えるということで、2年ぐらいで人の評価なんかさせないの。それはあなたが面白いかもしれないけど、当人行きたい、当人に。就任されてですね、まず最初に知事のところに、東京キャンペーンして、いや大阪キャンペーンしてね、牛若丸みたいで頑張ってるよ。僕は非常に評価して頼もしく思ってますけども、まあ当時知事が官僚だとですね、やっぱり役所に気を使うというようなことを最初に言われてましたけれども、これまでその国とのですね、超過事業負担金など国に対しての発言というものに関してはですね、他の知事と比べて評価するべき点があるんじゃないかと思うんですが、まあ全国知事会なんてのはね、官僚出身してもいいから、どうしても出てきた本家振り返ってね、政府に勝って物言うのは恐れ多いところあるけどね、橋本君そういう点じゃなんか暴れまくってていいんじゃないですか。ただちょっとフライングじゃねえかっていう気もあるけどね。さ、大阪の空港でだね、関西空港でだな、いや普天間引き受けになったらできっこないやつのこと。はい、ちょっと失礼だこれ。フジテレビの丸山です。予算からまた離れて恐縮なんですが、予算の関係はやってくれ政治に関係あること。先週民主党の小沢幹事長の元秘書が逮捕されまして、あなた方は詳しいんじゃないのそれ。今週からですね、今週小沢幹事長の事情聴取をするとかしないとかで連日ニュースになってますが、知事の感想をお願いいたします。だから国民はなんかやっぱり納得してないっていうのは、それは圧倒的なあれじゃないですか、その意見じゃないですか。私もそうだと思いますね。だから納得するようにしたらいいね。白か黒かはどうなか判断するべき人がするんであってね。はい、朝日新聞の岡といいます。予算に関連してなんですけれども、知事も冒頭申されてた通り、新年度予算というのはまず第一に都民の雇用の不安にしっかり対応していくものにしたいということをおっしゃってましたけれども、でそれで、一つのアプローチとして、公共事業もしっかり盛り込んでいくというようなお話もされてましたが、その一方で今週の月曜日まで都が運営していたいわゆる派遣村というような取り組みもあったりして、要するに仕事が都が運営したんじゃ、あれは国がやったんだよ。国に頼まれて都の場所を提供したんだ。国がやる仕事なんだ。都の役に借り立てて、本当は厚生省の役人が長妻と一緒にやるべき仕事なんだよ。あと勘違いしないとそれね。はい、いやそういう問題点のようなものも出てきた。もういろいろ初めての取り組みだったんで、なんだか結局雇用対策の一環として国はやりたかったんだけれども、結果としては生活保護を、いや雇用対策なんて他にやることいっぱいあるの。それからね、データも出てますけどね、あそこにあった人たちにどういう、ね、要するにクエスチョンして、どういうふうに彼らが答えてね、結局随分提供した職を彼ほとんど選ばなかった。みんなそういう実態と聞いた上でね、あなたはやっぱり雇用の問題話せない。それからやっぱりね、なんていうのかな、失業保険の問題もあるだろうから、国はそういうものの貢献があるんでね、なかなか手放さないけどね、そのハローワークなんかもね、やっぱり地方の自治体に任した方がね、現実性があるんですよ。それを全部抱えててね、しかもワンストップサービスもせずにだね、受産した後でね、これ今日のせっかく勉強した仕事、技術があってどっか仕事ないですかと、ハローワーク行けって、そこで相談もできない、そんな仕組みのね、雇用対策ないよ。厚生省行って君行ってこいよ、そのこと、本当に。はい。